物語の最重要な伏線、格釈のこの真実とは、なぜ住吉はすでに頼市と同じ格釈の子なのか。この謎を解けば火の呼吸継承の謎は全て一つの必然につながる。アニメ派の方はネタバレ注意です。第113回鬼滅大学開幕、失格です。では早速、刀鍛冶の里アニメ第1話を見て衝撃を受けたのは、住吉がすでに赤みがかった目と髪、頼市と同じ格釈の子だったということです。これはとんでもないことで、この時点で同じなら火の呼吸を継承していくうちに竈門家の体質が変わって、やがて頼市と同じ格釈の子になったという、その可能性がなくなります。じゃあ意味もなく2人は目も髪も同じ格釈の子だったのでしょうか。それは考えにくいかなと。というのも、格釈の子という設定は炭治郎が初めて自分の刀を受け取る、いわば最序盤から貼られている伏線なので、住吉と頼市が意味もなく一緒とは考えにくい。何より鬼滅の刃では、特にアニメでは分かりやすいですが、登場人物の目の色を丁寧に描き分けています。ただし例外があります。それが血縁関係がある場合、竈門炭治郎と炭十郎、煉獄杏寿郎と進次郎など親子です。この理屈で言うと、同じ色の目と髪を持つ住吉は頼市の息子なのか。でもそんなはずはありません。頼市の子供は宇多との子供が一人だけ、しかもその子供は宇多のお腹の中にいる時に亡くなってしまっています。とすると住吉が頼市の子供であることはありえない。ただ頼市には同じ目を持つ双子の兄がいる。それが国司王、つまり道勝です。道勝には2人の子供がいました。そのことが原作に描かれています。それは道勝が妻と子供を捨てた場面です。この時の赤ん坊こそが住吉だったのではないか。そしてここにはもう一人の子供がいますが、それが時藤家になり、この赤ん坊が竈門家となったのではないか。そうすると時藤家の父と炭治郎が同じ赤い瞳だったという辻褄があります。でも根本的に住吉が道勝の子供というのは年齢的に厳しいだろう、そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。ただ戦国時代では早ければ15歳には結婚をする。仮に最短で道勝も住吉も15歳で結婚して子供を作ったなら、住吉と回想で出会っていたあの頃の頼市は30歳ということになります。これはあくまで最短の例ですが、それより遅れたとしても頼市はせいぜい30代。彼の落ち着いていて、すでに子持ちの住吉をも導くような口ぶりや悟っている様子などを見ると、30代でもおかしくはないのかなと。だから年齢的な問題は解決できると思います。次の問題は、じゃあ住吉の名字は次国なのかと。それはそうとも限らなくて、住吉の父と今予想している道勝は家を捨て鬼殺隊を辞め、当時の親方様を殺し鬼となった。その責任を取って頼市が鬼殺隊から追放されたように、国司坊道勝の妻や子供たちも次国家から追放された可能性が高い。ただ身内から鬼を出したら追放ではなくて切腹ではないか。これについては頼市も切腹はしていませんし、切腹はあくまで鬼殺隊員のルール、子供まで処刑するようなことはなかったと信じたいです。加えて道勝の父も道勝が結婚した頃に亡くなっているということが明かされています。つまり道勝の件の責任を取ろうが取らまいが、妻と子はどのみち道勝を失った時点で地盤を失い、名字を奪われた上で親戚たちから追い出された可能性が高い。その時に追放された赤ん坊こそ住吉だったのではないか。道勝と親子ゆえに住吉は継国家と髪の色も目も同じ格釈の子なのではないか。とすると道勝、国司坊と炭治郎は血縁になってしまうではないか。一つ言えるのは、鬼となった時の二人のあざの出方がわざわざ同じなのが答えなのかもしれません。そして何より住吉が道勝の子供だとしたら、鬼滅の刃の火の呼吸に関する多くの謎は解決され、一つの物語としてつながります。ではこの格釈のこの系譜について時系列に大正時代まで説明すると、道勝と頼市は双子ゆえどちらも格釈の子、そして道勝の子供の住吉は双子の血を色濃く受け継ぎ格釈の子として生まれた。そしてこの時赤ん坊の住吉は父道勝のせいで名字を剥奪された。
もしかしたら道勝がつけたであろう名前も捨てさせられたかもしれません。とすると住吉にはもともと別の名前があったことにもなります。その後成長した住吉は須也子と結ばれますが、彼らは空き家を探してさまよっていたくらいなので、住入りなどの仕事はまだしていなかったように思います。空き家となった頼市の家を見つけ、自分の家としてそこに住むようになってからは住売りとなり、須也子との子供が生まれた。ちなみにかまどという名字は住売りを始めたから、それにちなんでかまどとつけたのではないか。ちなみにこの時代は農民でも名字を名乗っていた例もあるそうです。ただ名字を考えたのは住吉かもしれませんし、住吉の子供かもしれません。ともあれ時代は進み、大正時代、かまど炭治郎は道勝、住吉の血筋、故に炭治郎は道勝と同じ格尺の子で、顔は住吉に似ている。そして炭治郎には生まれつきあざがあり、透き通る世界が見える。さらに火の呼吸を扱えた。これは継国家の頼市の血が流れていたからではないか。そうなると炭治郎は頼市の生まれ変わりということではなくて、普通に血縁だったという具体的な理由が出てきます。そうなれば火の呼吸を扱えたことなど全ての謎が解決しますし、物語としても見事な展開。というのも結局国司を道勝が求め続けた火の呼吸のありかは、彼が最初に捨てた家庭という場所にあったことになる。炭治郎は刀鍛冶の里第2話で言いました。自分にできなくても子供たちならできるかもしれない。この言葉が染みます。道勝は炭治郎が言うように次の世代に希望を託せばよかったのでは。そんな国司坊はとうとう炭治郎に会うことはなかった。もし炭治郎に会えたなら最後には導いてもらえたかもしれない。でも会うことはなかった。なぜなら家族のことを自ら捨てたから、もう会うことはないんです。故に国司坊は最後まで迷い続け、行き着く先は最後の問い、何のために生まれたのか。6つの目を宿しても答えが見つからぬままに消えていった。その答えはただ炭治郎の格尺の瞳には映っていた。やはり鬼滅の刃は継承の物語、火の神神楽を、火の呼吸を炭治郎は使えた。でも病に蝕まれた。だからその子供の炭治郎に継承した。ここで痺れるのは、炭治郎は火の呼吸という強さを継承したのではない、火の神神楽という頼市の時代からの思いを継承した。強さを求めてという、そんな理屈ではなかった。ここが深いですね。ちなみにこの考察の大前提を覆すとすると、住吉が道勝の子供ではなかった場合、その場合も道勝の子供やそのまた子供たちの誰かがかまど家と結婚したのではないか。そうなると炭治郎や炭治郎にも次国の血が流れることになり、頼市や道勝との格尺の子という一致が出てくる可能性もある。ただ武士である継国家がかまど家と結婚するかという謎については、僕の考えでは道勝の子供は追放されていて、すでに身分が変わってしまったのではないか。そしてさらに決定的なのは、追放されていようがいまいが事実として道勝の子供は時藤家と結ばれている。時藤家は木こりなのでかまど家と身分は同じ。とすると道勝の子供がかまど家と結ばれる可能性も出てくるかと思いました。もちろんここまで話したことは一つの可能性に過ぎないと自覚しておりますが、格尺の子たちから感じた優しいメッセージは僕の中で明確にあります。格尺の子からのメッセージとは何か説明すると、格尺の子は人間では頼市、炭十郎、炭治郎、そしてもう一人時藤の父、彼らは特別なのか、格尺の子は皆やはり強いのか、何か法則はあるのか分析していきます。基準は才能と鬼との戦いの実績です。頼市は才能も実績も最高レベルです。無惨を取り逃がしはしましたが、それでも実績は十分と言えるでしょう。炭治郎は火の呼吸を扱うなど才能は最高レベル、でも物語上鬼と戦うという実績はなかった。その息子の炭治郎は才能というより努力の人、そして実績は上限も討伐していますし最高レベルでしょう。そして時と父、彼は崖から足を滑らせて亡くなっているので、特に戦いの才能があるようには見えません。そして実際実績もありません。なら彼よりも無一郎を格尺の子にした方が盛り上がったのでは、そんな風にも一見思えますが、ここが深いなと。この4人の人間を見ていると全員が見事にバラバラの境遇。僕が物語を書くなら
伯爵の子は才能があり強くて物語上も大活躍する、そんな共通点を作っちゃいそうです。でも鬼滅の刃は違う。彼らに共通するのは、強くても弱くても、その舞台が大きくても小さくても、家族を大切にしている。誰かのためにすることは巡り巡って自分のため、この精神でみんな生きている。特に時と父は家族のために嵐の日に薬を取りに行きました。そして亡くなっていきましたが、これは決して鬼と激しい戦闘を繰り広げたとか、そういう華々しい散り方ではないかもしれません。でもそれは家族のためだった。本質的にはそれこそ煉獄さんの最後と同じぐらい尊いんじゃないかなって、そんな風にも感じます。伯爵のこの系譜とはやはり強さ才能じゃなくて心の在り方。鬼滅の刃は戦いがたくさん描かれますが、伝えてくれることは一番大切なのは才能や強さや舞台じゃない、誰かを大切にするその思いなんだ。僕は今のところ才能や世間での実績はありませんが、鬼滅の刃を見ていると一番大切なのは身近な人を大切にすることだよ。そうした時、人の心は燃えて伯爵の色をしているよと、そう言ってくれているように感じます。今回の話は以上となりますが、ついにうちのチャンネルも登録者数が8万人を突破しました。もしまだチャンネル登録されてない方がいたら、登録をしておけばシックハックとか鬼滅大学とか検索しなくても僕のチャンネルにボタン一つで来られるようになりますし、よろしかったらお願いいたします。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。